そう。常に海の中に設置されてまして、中にこう入ってきたお魚を毎朝漁獲するという釣り方法です。昨日すごい風と波があったんで、普段なかなか入んない猫ちゃんとか、
今日石垣ロケちゃんも入って、もう私としてはもうこんなに夢のようなことはないです、はい、昨日も来られてたんですか。昨日も出ました、はい。一昨日も出ました、はい、3日連続です。めっちゃすごいの撮れました。私の超大好きな石垣ロケちゃん、ちっちゃいんですよ。27、8センチですかね。こんなちっちゃい石垣ロケちゃん、もう年に1匹、2匹ですね。1匹、本当にこんにちは、お久しぶり、ありがとうございます。もうめちゃくちゃ嬉しいです。あとはあの模様フグちゃん、南方のフグですね。危ないんですよ、歯が。噛まれたらもう指が多分ポロって、はい、もう歯すごいんです。ね、かわいいんですよね。かわいいですね。あとはあの猫ザメちゃんがレアですね。なかなか入んないんですね。岩の奥とかに住んでますんで、普段なかなか入んない。あのうちに 2匹いますんで、すごい飼いやすいです。めっちゃかわいいですよ。そうやってサムラコは家に持って帰られるの、はい、そうなんです。元気に戻るかどうかはギョブギョブ、あの半々ぐらいなんですけど、ここであのやっぱり傷ついてますんで、網に擦れたり、あの魚と一緒にぶつかったり、はい、なので、まあ、人でいう傷薬みたいなお薬をお水に混ぜてあげて、で傷が治ったらうちの家族か、もしくは水族館の皆様にあの寄贈ですね。はい、もうこの朝のこの一番知恵がたまんないですね。最高です。本当に今日は嬉しいです。はい、これ何書かれてるんですか。あの、大体あの漁場に着いた時間だとか、はい、あとは網が上がった時間とか、はい、船乗せていただいた時は必ず記録取るようにしてまして、そうするとあのその年によってどんな魚がどの月にこう取れてきたかとか、こうすごい、はい、船の上で書いてるんで、にじんじゃったり、あの結構ちょっと読みにくくはなっちゃうんですけど、やっぱり。それで今日の今の今日終わりました。はい、今市場様にお魚をちょうど揚げ、みんなで揚げさせていただいたんで。魚役にとっての量とは何ですか。いや、もう私のもう生きるなんか活力をいただける、なんか源のような感じですね。もう朝から海様に会い、漁師さんの宝物のお船に乗せていただいて、大切な定置網を一緒に引かせていただいて、そこで出会うお魚の一魚一会はもうこの上なく幸せですね。はい、もうこれたまらないですね。はい、どうもありがとうございます。また連れてってください。ぜひご一緒に、はい、ぜひありがとうございます。